皆さんこんにちは、ケンです。今日は私がとても尊敬する人物、ホンダの創業者本田宗一郎についてお話ししたいと思います。彼はとても人間臭い人物として知られています。実際周りの社員たちは親しみを込めて彼を親父と呼んでいました。宗一郎はこのような名言を残しています。失敗が人間を成長させると私は考えている。失敗のない人なんて本当に気の毒に思う。これは私の大好きな言葉です。本田宗一郎は1906年に日本の岐阜県に生まれました。小さい頃から学校の勉強よりも機械いじりが大好きでした。終戦直後のある日、宗一郎は妻の毎日の買い物の苦労に気がつきました。妻の自転車にエンジンをつけたら買い物が楽になる。このように考えた彼はオートバイの研究を始めたのです。1948年にはホンダ技研工業を設立し、オートバイ製造を開始しました。当時のホンダは技術的な問題や資金難など大きな困難に直面していました。それでも宗一郎は失敗を恐れず、次々に新しい技術を生み出しました。そしてあの空前絶後のオートバイ、スーパーカブが誕生します。現在に至るまで世界総生産台数は1億台を達成しています。ホンダは創業当初から技術力向上のため多くのオートバイレースに参加していました。1959年イギリスのマントー TT レースに初参戦して、強い世界の実力を目にします。しかし2年後のレースでは1位から5位までをホンダが独占してしまいました。これは誰も予想しなかった結果で、また誰も信じられなかった結果です。ホンダのオートバイの黄金時代の始まりです。このレースの功績でホンダは世界的な地位を確立しました。宗一郎はオートバイだけでなく自動車の製造にも挑戦しました。宗一郎はこう言っています。人間の可能性は無限である。
限界を決めるのは自分自身の想像力である。以前、欧米の日本車へのイメージは安物、低品質でした。しかし、あるホンダの技術で日本車に対するイメージは突然変わりました。それが1965年にホンダが初めて発表したエンジン CVCC です。 CVCC エンジンは低燃費と低排出ガスを同時に実現した革新的技術でした。このエンジンは世界中で注目を集めました。その後、ホンダの品質と信頼性の高さが世界でも認められるようになりました。それでもまだ本田宗一郎のレース参加への情熱は続きます。自動車レースの最高峰 F1 への参戦です。結果、彼も自らチームに参加し、本田は計3回も優勝しました。私がとても感動したテレビのコマーシャルがあります。それはホンダジェットというホンダの開発した初の小型ジェット飛行機です。コマーシャルではホンダジェットが大空を優雅に飛んでいました。本当に本田宗一郎の夢が叶ったんだな、と私は少し涙が出そうになりました。今、ホンダジェットは世界で大成功し、200機以上を売り上げています。また、小型ジェット機部門で5年連続で世界第1位を達成しています。自由な空は人間に大いなる感動を与えるものだ。本田宗一郎。さて、今日は本田宗一郎についてお話ししました。またいつか別のお話をさせてください。じゃあまたね。